政府は昨日、新型コロナウイルス対策で21都道府県に発令中の緊急事態宣言について、東京など19の都道府県で30日まで延長する方針を固めました。 え宮城、岡山の2つの県は期限の12日で解除し、まん延防止等重点措置に移行させますえ。宣言解除にあたり、医療提供体制をより重視した新たな基準を適用するということです。え19都道府県では、あ藤井さん、これ、緊急事態宣言は延長ですね。うん、そうですね。まあ、これ、僕、この延長にはもう意味がないと。えーはい 意味がない可能性は非常に高いと僕は思うんですね。はい、あの二つ申し上げたいと思うんですけど、えー、まあ一つはですね、あのツイッターで昨日曲げたんですけど、はい、あの、奈良県の 知事だけがね、荒、はい、井知事だったですかね。えー、彼だけがね、あの、他の知事と違って、いや緊急事態宣言には他の県の増加を見てると影響がないと。はい、したがって我が奈良県民に対しては、緊急事態宣言を出さないと。<ー>奈良県民の皆さんは、あの、食事の時ビールも飲んでもいいし、はい、あの、普通に営業もしてくださいと。はい、そのつけてくださいと。えー、まあいう対策をしてるんですね。えー、で、えー、とこれも奈良県だけなので、えっ、ー、と、これもしね、緊急事態宣言に効果があるんだったら、奈良県だけ感染が 拡大すするべきなんですよ、はい、データとして、ねえー、ところがね、全然他の県と一緒なんですよ、はい、あの僕は昨日ツイッターで挙げたのは、兵庫県の感染の推移のカーブ、兵庫県はずっと8月中旬に、緊急事態宣言を、ね、出したので、1月ぐらい出してるわけですよ、はいえー、でそこの推移と何にも変わらないですよ、<ー>むしろ奈良の方が早く収束してるようにすら見えるぐらいです、ね。えー、だからねね緊急事態宣言が、ね えっと、効果があるなんてことはもう全然、今回も改めて証明されてるわけです、えー、でちなみに、えっ、ー、と、今年の年始の緊急事態宣言も、はい、緊急事態宣言出したところと出してないところがあって、そこを比べるという学術論文を書いたんですけど、はいえー、両者の間に統計的な差は全く見られないというのもあるので、はい、もうあの、現状における緊急事態宣言、まあ時短と禁止ってあるじゃないですか。はい、あれはですね、もう効果がないのはもう、 ほぼほぼ間違いないんですよ。で、だから、もうないねってことが分かったんだから、もう延長しなくていいんですよ。延長しなくて、奈良県知事が言ってるのはね、いやもう、緊急事態宣言は出さないけども、皆さん引き続きマスクと、手洗いと、それから3密の回避と、おで、宴会、宴会でドンちゃんするのはちょっと、避けて、避ける。はい。あの、飛沫対策とか、今まで通りの暮らしを、注意をしながら、今まで通りの暮らしをしてくださいってことを言って、で、その一方で、あの、対応病床は、 奈良県は増やしていきますと、はい、僕はこの対応で全然いいと思います、はい、で、えー、だから要するに今の緊急事態宣言は政治家たちの事なかれ主義<ー>批判回避、えー、やってる感を出して批判回避をするためだけの政治の道具として機能してるとしか僕は見えないですね、えーはい、だからこんなもの延長っていうのは極めて問題ある、えーはい、だって一応菅さん嘘をついてるわけですけどあのコロナ対策に専念するって言ってたんでしょ、えー、もしたら僕の,この今の話聞いて はい。い判断して。えー、専念してるんでしょそう、ね、専念してるんで、僕のラジオ聞いて。はい。もう、あんまりいじめないからやめるって言ったから、許してやるから。許してやるから。許してやるから。はい。許してやるから、とりあえず、まあ、ま、えー、残り少ないまっとま、ね、人気を全うするために、えー、はい。 僕は放送聞きなさいいや今ラジオ聞いてるいろんな方いらっしゃると思うんですけどもねその政治家の皆さんも含めて次藤井さん誰誰怒るんだ誰みたいな怒る対象コーナータロウ決まってるじゃないですかそんなものコーナータに決まってるじゃい待ってくださいよそれはそのネタじゃないそういうネタじゃないあともう一つ藤井さんにぜひお話したかったのが東京の昨日の新型コロナウイルス感染がですね1834人各 確認されましたこれ、一週間前の水曜より1334人減って、ってうん、これで17日連続で前の週の同じ曜日下回ってます。うん、平均でも、一週間平均でも、前の週の60.6%。うん、えこれも一週間平均で前の週下回るのは15日連続です。うんうん、で、ここです。 との担当者、こう言いました。はいうん、減った要因は正直わからない。バカですね。バカですね。だったら、緊急事態宣言やめるべきですよね。そうなんですよ。だから、まあ、この方、ある意味正直なのかもしれないんですけど。ね、ただでも我々はずっと言ってますよ。えー、あの、日本人全員が、ま、 全く一つの箱に入ってて、はいえー、あの、全員が全員と均等に付き合ってるんだったら、はい、全く説明できないです、えー、この、こ,のと、はあ、こでもね、はい、そうじゃないんですよ。えー、我々は付き合ってる人間がすごくね、細分化してるんですよ。うん、で、一部のグループ、感染しやすいグループでだけ感染が広がって、はい、そこで集団免疫状況に、 なったから、収まってるでそれ以外のところは、もう元々感染が広がらないようになってるというに考えれば、これは非常にわかりやすいですよ。だからそう考えなきゃもういけない。もうね、こう考える以外にね、そういう時期に来てるんでしょうね。そう考える以外にね、これ、収まった理由ないんですよ。だって、あの、行動規制をかけてないんだから、っていうか、強化してないんだから、これみんなね、勘違いしてるんですけどね、緊急事態宣言中に減ったから、緊急事態宣言のせいだって言ってるんですよ。 バカですね。はあはあ、だって減る、減り出した時に、緊急事態宣言をやったんだったら、はい、緊急事態宣言が原因になりますけども、ええどはい、ずーっと緊急事態宣言やってて、最初拡大してて途中で、はい。そうです、上がったり下がったりしてます,てますからね。ええ、だからダイエットやる時にね、ずーっとある薬飲んでて全然効かへんかったけど、ええ、ある時から急に効いた。はい、あその薬のおかげやって、バカかお前ら。はあはあ ええ、そうですね。じゃあなんで上下するんだよって。なんで上下、ええ、なんなんだこれはみたいな。ほとんどね、もう単なるこう、星占いみたいな状況になってますよね。そうなんですね。いや、だから守るべきことは、先ほど藤井さんおっしゃったみたいにね、えっと、奈良の知事ですかそうそうそう、奈良県知事のその見方です方というんですよね。で、僕はそれをずーっと去年から言ってと、これを半分の自粛でいいよと。はい。え行動規制かけんでいいよと。はい。 まあだからいろいろそういう声が上がり始めてきてますよね。うん、ようやく。藤井さんからすればようやくでしょうがね。ねええー。はい。ええー、まあこういうことがあっあと、あ、そうそう。だから奈良県では自治体や医師会などから緊急事態宣言を国に要請するよう要望が相次いでいるけれども、おととい荒井知事が改めて、うんえー 宣言は要請しないと明言したと。このおじいちゃんね、めちゃくちゃ頑固で僕喧嘩したことあるんですけど。そうなんですか。お前聞けよって感じなんですけど、あとある案件でね、この件に関してはその頑固さがね、英法に行ったってことなんですね。この人ね、時々英語とするんです。時々変なことするんです。いや、これはすごく僕ことだと思ってますね。そうするとまあ野球のバッターに例えると、まあ三割ぐらいは打ってるでも結構打ちますよ。そうですか。結構打ちますよこの人。もうあの都構想の時でも一人で反対してます。 だかね、医師にあいつらダメだとかってね、ああ全く媚び売らないですよ。おじいちゃんだからこうあのさっきのあの。 陰性でガラス蹴ったみたいな。側面がちょっとあるのかな何個か。思い込み激しく。がね、ただでも今回の件は会うてるんですよ。あ、そうなんでること結構言わはるんですかそうですか。はい。え、荒井知事は会見で効果がなかったじゃないか、ないですかと発言。医療提供体制の充実とワクチン接種の加速化を図ると、こういうふうにしているということですね。